11月の3日になりました。昨日畝を立てて3つ3畝で、今日は、種まきということで、右に、スナップエンドウ、それからサヤエンドウが真ん中で、そら豆が一番左に植えたいと思います。2つぐらいでいいです。で、2つ。2つ。2つぶつ。結構長いですからね、根が。穴を開けて豆を入れます。こんな感じで大体でいいと思います。深さは1センチあるかないかぐらいでいいと思います。はい、どうぞどうぞ。だいたい100円。あれがすぐ売れた。また来るよ。スナップエンドウの種まきが終わりました。で、サヤエンドウ、2粒ずつこんな感じでやります。それからそら豆、これちょっと上か下かがよくわからないけど、開いてるところを上にします。違ったらまたコメントください。こんな感じで、こっちかな、あ、こっちかということです。種まき、スナップエンドウ、それからサヤエンドウ、そら豆の種まきが終わりました。ご視聴ありがとうございました。それでは、また次回ということで、さよなら。